ダニエル・ジョンソン・ジュニアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、バレーホ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のクリーブランド・インディアンス所属。2016年の MLB ドラフト5巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 オーバー&ダブルデイズで、プロデビュー。62試合に出場して打率。265、1本塁打、14打点、13盗塁を記録した。2017年は、A 級、ヘイガーズタウンサンズで開幕を迎え、シーズン途中に、A 級ポトマックナショナルズに昇格。2球団合計で130試合に出場して打率。298、22本塁打、72打点、22盗塁を記録した。2018年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグナショナルズと AA 級ハリスバーグ、セネターズでプレーし、2球団合計で96試合に出場して打率。269、7本塁打、35打点、22盗塁を記録した。2018年11月30日に、ヤン・ゴームズとのトレードで、ジェフリー・ロドリゲスと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。2019年は、傘下の AA 級、アクロン・ラバーダックスとトリプル A 級、コロンバス・クリッパーズでプレーし、2球団合計で123試合に出場して打率。290、19本塁打、77打点、12盗塁を記録した。活躍が評価され、オールスターフューチャーズゲームのアメリカンリーグ選抜に選出された。オフの11月20日に40人枠に登録された。2020年はインディアンスの開幕ロースターに名を連ね、7月25日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー。6番、右翼手で先発出場し、3打数無安打だった。ありがとうございます。